連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体？その昔、城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追手をやり過ごそうとしたが、バクバクバク！ほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は2つの情報を得たという。2つ？1つは人が通れる地下道の存在、もう1つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。某の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな、某が食うた麻婆カレーには人食いなまずの。行くわよ。